神山です。フミです。若手ビーです。今回日大小学部やってきました、はい、ここでやる企画、ニットをこませんとマーチ何が違うのやっていきたいと思います。おニットをこませんとマーチの壁について、はい、まあ、どんなところ違うと本人たちは感じているのか代表者日大生にインタビューをしていきたいと思います。なるほどですね。皆さんチャンネル登録と高評価 SNS のフォローもお願いします。ということで調査スタート。若手 TV。 はい、日大生5人組見つけました、はい、何年生みんな。1年生。今回なんですけど、はい、日大とマーチの違いって何なのっていうのを聞いてまして、はい、なんか大学とかあんま知らないような人でも、はいはい、マーチとニットコマセンはちょっと差があるみたいなレベルがやっぱ世間からの見られ方が。そうっす。だからどこでリアクション薄いなって思うの。マーチっていうと、あ、頭いいね君みたいになるけど、で日大とかって言うと、あ、日本で一番大きい大学ねみたいな。あ、別のところでね。そうっすね。頭悪いから そこは言ったらあかん。やめろお前。頭のことは触れられない。やめろお前。誰がアンタッチャブルじゃん。誰がアンタッチャブル。誰がはおかしい。誰が一大レベルのツッコミ。ボスだよ本当に。ほらモテるとかどうなの。モテ度。あ、でもあると思いますよ。これ君ね、イケメンだけど、ね、どうなのそれ感じる、うん、日大は。やっぱマーチに買い負けしますね。おーマーチと合コンしたこととかないの。一緒に飲みに。あ、一応ある、はい、日大と、うん、そのマーチの友達と、あと女の子、専門の女の子なんですけど。専門の女の子。日大って言われると結構タックルとか専門に軽く足いじられたんや。やっぱイメージがなんかちょっと悪くはないんですけど、はいはいはい、やっぱ頭いいってイメージはないじゃないですか。でマーチが持ってた。マーチはやっぱ持ってきました。モテへんやろな、リッド。だって才能がなさそうやもん。おい男性の方見つけました、うん、2年生。はい、2年生です。今回日大とマーチの違いを聞いてるんですけど、はい、何が一番ちゃうと思いますか。大学生らしさじゃないですかね。大学生らしさ、うん、どういうこと。なんかマーチの方がキラキラっとした感じじゃないですか。日大はキラキラしてない。その闇の部分。ちょっと大学自体が闇やもんね。やめろお前。闇の温床。バカだね。どこで感じるの。教科書めっちゃ高かったり。いくらぐらいの一冊。英語の教科書4500円。おちょっと高いかもしれない。高い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 。2000円か、まあ高く3000円ぐらい、うん、だってだその専門書やとかやったらまだ分かるよ。そう、めっちゃペラペラの、うん、超なんかどうでもいい。あ、いらん、授業で使わんようなやつが4500円だ。お通し代高い居酒屋みたいな。いや、そうそうそう、そうやめろ。いいねいいね、言ったら。日大生見つけました、はい。今回なんですけど、ニットをこませとマーチの違いを聞こうという企画をやってるんですけど、はい、マーチを目指してた人が行けなかった時に来るところかなって。あ残骸ね。いや残骸言うなお前。おいマーチ行きたかったの君も。いや、自分はちょっとあの特に付属生ってやつ。あ、付属なんだ。日大のどこなの。付属多いじゃん。日大の第一っていう両国にあるところです。おお。高校受験の時はマーチを考えなかった。親がもう、うん、そのもう別に楽に行けるんだったらだいぶ行けるみたいな感じだったんで。親に楽させられてます。やめろお前。中学生からさ、まあ日大ってなんかそうどうなの。希望は、人生の希望とかは。周りにも、うん、まあ、日大だし、まあ、ずっと逃げ逃げ言われて、うん、言われて言われて、大学受験で苦労するんだったら中学で一回パワッてやっていった方がいいかなって自分の中でも一回考えを落ち着かせちゃって開けてパッパッてきちゃった。まあ日大の付属の子らって別一般受験することもできるわけじゃない、うん、日大の付属からマーチにチャレンジする人とかもいるわけでしょ。全然いるわけでしょ。日大からその内部で上がる人は基本もう受験嫌やと思って内部で上がることを選んだわけやんか。そうするとまあどんな人が多いって言えるんやろね。おい認めました。いや誘導尋問です。誘導尋問です。これはダラダラ大学。やめろお前。おい日大生3人見つけました。はい、何年生ですか皆さんは。2年生です。2年生、はい、ニットをこませんとマーチの違いを聞こうという企画をやってて、はい、サークルとかどうなんやろみたいな。おー、なるほど。あ、一応バドミントン入ってるんですけど、そんなに多くないんですよ。あ、サークルが少ない。日大の努力不足なところがサークルにも出てる。やめろお前。受験を頑張らんかったからサークルも頑張らない。そんなことないよ別に。え、インカレがもしかしたら少ない。だって日大目当ての女子なんておらんやろ。やめろお前。おい、ある、あるの。みんな入って、いやでも早稲田か慶応か上智みたいに。あ、だからそれ混ぜてもらう。あ、そっか。日大メインや思ってんの。間違えました。日大メインで俺らにマーチ総計とかついてきてると思ってんの。いや間違えた。大間違いやね。やめろお前。お前 間違えたって認めてるから。おい人多いからさ、一番サークル多いはずじゃん。いやほんまはね。ちゃうんだと。日大の女子は、うん、多大のサークル入るとかもあったりするの。あ、入ってますね、みんな。
ダンスサークルとか、女子は上智、あ、上智のサークルに混ぜてもらったり、ダンスサークルとか、はい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 、早稲田 のダンスサークル、うわ、じゃあ、ニットをこませんの人らは、うん、自前のサークルじゃなくて、うん、よそにお邪魔せなあかんねん、うん、やめろお前、しかも下の身分でやめろお前、おい、なことないわ、うん、マーチは自分らできるもんね、明治です、青学です、うん、って言ったら、まあ、一応他からも来るやん、はいはいはい、ダンス見つけました、はい、何年生、4年です。おお、いいね。じゃあ就活中？就活終わりました。おお、すごい早い。お、内定取れたんやん。取れるだろ、おい、やめろお前。すごい、もうクララ立ったぐらいの気持ちでやめて、そんな。ちなみに何系の会社に？不動産住宅系です。就活はやっぱりニットをこませんとマーチで結構違いとか感じました？多分書類で落ちますね、ニットは。結構落ちた。落ちました。でも部活やっててそれでギリギリ、あ、なるほど。あ、時代やったらじゃあ部活とかなんかいんねや、プラスアルファ。あ、なるほどね。何社ぐらい出して何社ぐらい落ちるイメージですか？部活なしで、はい、まあ大手とか出したら、はい、まあ、10社出したら9ぐらい落ちるね、はい、あってもくれへん。あってもくれへん。俺の話を聞けよ、はい、聞いてもくれへん。でもマーチのやつはやっぱ結構順調というか、まあ、そうですね、まあ、その上の総計の壁とかもあるみたいですけど、さらにね、僕には分かんない世界なんで。ちょっと君の世界やとやっぱマーチは最強。まあまあ最強っすね。やっぱニットをこませんって結構やっぱ ES 頑張らなあかんとかあんの？何書いても落ちます。大学名ボーンで、大学名でボーンで。ちょ、お兄さんの話聞いて気持ちいいね、なんかね、気持ちいいね。もう日大が下げてくれれば下げるほど、はい、なんか我々ちょっと気持ちいいっていう、なんかちょっと、ね、よくないよくない、ダメだダメだ。俺らの目的は、うん、受験生に頑張ってくれよと、うん、ああそっちだね。そう、マーチ行ってくれよと、それでやってるわけよ。ああ、そういうことですね。勉強頑張った方がいいです。そう、勉強頑張った。どこでそれ思った一番、やっぱ、うん、就活も書類の段階でやっぱりフィルターかかるんで、うんうん、面接まで行けば多分人次第なんですけど、うん、勉強頑張ってください。日大生が就活攻略するコツとか何かあるんですか？ないっすね。ないんだ。もう日大入った時点で諦めですね。終わりだお前ら、やめろお前ら。受験頼むから頑張っとけよ。1年生です、うん、はい、今回ですけど、ニットをこませんとマーチの違いを聞こうという曲をやってて、はい、学力、天と地の差が、こんな頭ちゃうんや。学力は全然違う。全然違う、やっぱニコマはやっぱ英検が使えるとこがやっぱ差あるかなっていう。あ、受験の方式で英検方式があるんですね。やっぱ英検は頑張れば正直誰でも取りやすいから、はいはいはい、英検と社会科目適当にやれば誰でも多分。あ、そういう方式があんねや。英検はどんぐらいのスコア必要？1980以上です。低いなぁ。2級あればいける。正直上位で戦えるかなって。英検2級で受かっちゃうんだ。そう2級プラス社会ちょこちょこっとやれば、はい、はぁ、学力ないね。いや、おい、ない言うな。サークルとかどうですか？5月から正式に勧誘が始まるらしくて。遅くない？3月から始まったとこもあるよ。少ないらしいです、めちゃくちゃ。あ、少ない。小学校は特にやっぱ孤立してるじゃないですか。はいはいはい、キャンパスがね、小学部しかないから少ないっす、なんか、うん、サークル内大学生活って大学生活を言えますかって話なんですよ。おーはね、そんなのね、あの夏休みのない夏のようですから、ね、はい、ということやで、ね、そのラッドインプス、ね、あ、そうだ、はい、恋愛はどうですか？マーチの恋愛と日大の恋愛と差感じます？大学内でカップルでいる人があんま見ない、まあ、最初だからね。あ、でもさっき青学行ってきたけど、うん、カップルたくさんいて手繋いでるって。青学はもう結構、ね、うん、結構いるらしいです。頭いいやつは余裕あるんですよ。頭いいやつは余裕ある。今回のインタビューで分かったのは、日大生は自信がない、うん、自信ないね。女子にもガツガツ行かれへんの。わー、それはあるかもしれないね。日大の、じゃあその美女が日大の男子選ぶかって話を、余り物かき集めるしかない。あ、余り物。日大の残飯女子を。やめろおい。言い方悪いよね。やんちゃなやつ。ね、いいね。うわ、ちょっといいよ。観光注射受けに来た。やめろお前。そんな肩出さへんやろ。いや、暑いから今日ね、26度です、はい、今回なんですけど、はい、ニットをこませんとマーチの違いは何だっていうのを聞いてまして、はいはい、親の金。親の金。おお、え、日大はどうなの？金持ち貧乏。中学高校でお金があって受験させて入れちゃう子が多いイメージ。あ、付属。あ、確かに。君らも付属。付属じゃないです、そっちも。あ、自分たち一般で。一般で。金持ち多いなって印象なんや、日大は。結構付属の子が多いから。やばいっすね。へえ、うん。多分全然学費ちゃうよ、多分。何百万とかちゃうよね、きっとね。日大に学費払うってもったいない。いや、何の話や、ほやん。他なんかあります？ね、マジな話だと英語じゃないですか。英語が。おー、すごい。一般入試やったっけ？一般っすね。あ、一般入試。うん、あ、英語の入試問題の質が違う。違いますよ、簡単なんで、ここマーチの問題はどうな？マーチは文章しっかりしてて、まあ、日大も文法だけとかあるからね。ステージ見せたら解ける付け焼き場の英語力でいけんじゃん。学生のレベルとかどうですか？生徒のレベルとか、うん、あ、やっぱ付属が多いんで、うん、こいつはダメだな。いいクラスやばいっすよ。いいクラス、そのレベル順に分かる。 B 同士とかなんですよ。え、日大の
大学の授業で B 動詞から教えんねや。日本人はっていうの単語でジャパニーズみたいな問題。日本人ジャパニーズはい覚えましょうみたいな。僕のやつはそれ必死にやってる。マーチオチのやっぱこの学力との差がえぐいね。だからさすがにマーチそんなないもんね。法制もあるんすよ。法制と日大一緒なんや。法制で一緒っす。ちょっとショックだった。それショックやんね。いや俺のその勉強してた時間何だったんだろう。確かに来るとこ間違えたかなみたいな。もうちょい頑張ればよかったんじゃないかな。おーそうそうそう、今回のメインテーマそれなのよ。ニット・オコマ戦のお前ある意味良くないとこ聞いて受験生にも頑張ってマーチ行けよみたいな。そうそう、ちょっとね、そう教訓をね、そう皆さんのね、もっとやれたんじゃないか。あれね、切実入ってから。見た目がこれやから入ってこんけど。いやいや、やれ切実やな。ニット・オコマ戦とマーチの差って別に科目も一緒なわけやから、まあまあね、まあ言ったらまあ努力次第でなんとかなる差なわけやもんね。まあまあね、でも決定的に中身はちゃうと。ああ、入試方式じゃないですか。英検何級持ってると、あの英語受けないで帰るんですよ、その当日なんで、はいはい、その結果がこの授業なんですよ。みんな帰るんですよ。あ、それが結構日大で主流になってんねや。そうですね。これをちょっとちゃんと教えとかなあかんちゅうからな。2級で70点扱いとかになっちゃう。当日70点取るの、まあ実際いろいろメンタルとかできついとこもあるから。まあまあまあ、7割取るとかね、大変だよ。真面目な受験情報。すごい、だからこの感じでヨゼミとかにいた。いや、吉野圭介じゃねえよ。やめろお前ね。というわけでやってきました。日大生に聞くニット・オコマ戦とマーチの違い、全然違ったね。全然違ったね。もう、まあ、大学の中身、学生の中身も違うって話あったし、うん、まあ、やっぱ就活とかでやっぱ日大生相手にされてないみたいなね、うん、話もあったり、これ結構現実無語いなと、いやね、思いましたね。でしたね。もう英語力とも全然違うし、まあ、今受験生ね、ちょっと本当頑張って、うん、あの自分の志望校行けるように、力つけてほしいですね。確かにこれでモチベーション上がってくれたらね、うん、頑張らなあかんなみたいになってくれたら僕らとしてハッピーですと、はい、ですね、はい。まあ、日大はいい大学なんで、皆さんも引き続き頑張ってください。チャンネル登録と高評価、概要欄、ツイッターのいいさんも絶対お願いします。じゃあ今日この辺で、バイ。コクテ TV 第3弾開催決定。素敵な出会いを求める男の子女の子大募集。若手 TV があなたをね応援します。詳細は概要欄をチェック。